女性にモテる方法。今日はウラションちゃん先生のもとに質問が来てるぞ。星空さん、モテない独身中年が女性と付き合う方法を教えてください。お前がモテない理由は清潔感がないからだ。女性にモテない理由いろいろあるんだけども、例えば女性がこういう人とは付き合いたくないというアンケートとかあるんだけど、一番上に来てるのが清潔感がない。これは結構重要なことだと思うぞ。清潔感がないっていうのはどういうことかというと、電車の中とかに乗ってみてたら一目で清潔感がある人とない人がわかるんだけども、例えば髪の毛がボサボサしてるとか、髪の毛がギトッとしてるとか、常に汗ばんだ感じがするとか、ズボンやシャツがシワクシャになってるとか、ヨレヨレな靴を履いてるとか、明らかにこう外見的に見てちょっと清潔感が足りてない人っていうのがいるよね。っていうか3人に1人とか4人に1人ぐらいはそういう人じゃないかと電車に乗ってて思うんだけども、清潔感っていうのを女性は非常に重視することが分かっている。清潔感がない人っていうのはどういうことかというと、一言で言うとキモいってことだよね。清潔感がない人を女性はキモいと思うわけ。キモいっていうのはどういうことかというと、恋愛対象としてはちょっと無理っていうことなわけだ。恋愛をするってことは、例えばキスからそれ以上の肉体関係に発展していくわけだけども、そうなってきた時に生理的に無理っていう人は絶対無理なわけだよ。その生理的な無理っていうのの一番の重要な条件っていうのは、一つ清潔感っていうのが基本的にあって、清潔感がやっぱ最低限以上のレベルに達していないと、それは人によって水準が厳しい人も緩やかな人もいるけども、基本的に汗ばんでいたり髪の毛がボサボサになっていたり体臭が強かったりとか、そういうものを含めていると結構きついと思う人が多い。なので清潔感っていうことを非常に重視したらいいと思うぞ。例えば服なんかでも、別にユニクロの服でもいいんだけど、それをいつもちゃんとかけといてシワを伸ばすようなやつをやるとか、あるいは場合によってはアイロンをかけるとか、そういう風にシャキッとしたものを着るのと、同じ服着ていても本当にシワクシャになっているようなものとか、洗濯してない感じがするとかいうことになってくると、もう本当に近寄るのも嫌だという風に多分女性は思うので、そういった部分とか、あと散髪ね、散髪というか、美容室に行かなくても床屋でもいいけども、やっぱりどう見てももう3ヶ月ぐらい床屋行ってないよねみたいな人がいるわけだけども、それっていうのはかなり女性的に見ると相当マイナスになってると思うぞ。せいぜい1ヶ月から1ヶ月半ぐらいに1回はね、床屋に行くとか、そういう最低限のこの身だしなっていうのはあると思うけど、そういう部分っていうのがクリアされてないと、やっぱり女性からキモいと思われてしまう。キモいと思われると、いくらその人が例えば収入が高いとか、すごい優しいとか、とてもかっこいいとか、見かけがいいとか、何かすごい突出した長所があったとしても、清潔感とかキモくないっていうのは恋愛するための必要最低条件なので、どんなに収入が多くてもキモい人だとその人はもう NG ってことになっちゃうので、全てのチャンスっていうのはそこで失ってる可能性があるということなので、今まで例えば彼女いない歴10年とか20年とか、そういう人になってきた場合は、まずそこの部分の問題っていうのが非常に多いんじゃないかなというふうに思うので、清潔感っていう部分ね、ここを身だしなみとか服装もだから高いものを買って着ればいいというものではなく、最低限シワがないとか、ちゃんと洗濯してるとか、そういう部分をねまず見直していくということが結構重要なんじゃないかなとラシオンちゃん先生は思うぞ。清潔感を見直しますか？一生独身で過ごしますか？清潔感をちょっと整えたぐらいで彼女ができたとしたら、そんな簡単なことはないから、ぜひ明日から実行してほしいと思うラシオンちゃん先生であった。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。